みんなが遊びに行ってる間も成人式も出なかった、地元にも帰らなかった。俺はプロ野球選手になりたい、遊びもいらない。ね、そうやってみんなプロ野球選手になる夢を諦めずに頑張れたから僕は続けられました。ね、みんな夢を持ってると思うけど、コツ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 続けることが夢に対して一番の近道だと思うので、夢に対していっぱい努力して、辛い思いするけど諦めずに頑張って。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。